皆さんこんばんは。どうもハイチです。今週ダラダラジオよろしくお願いします。で、今週はですね、先週の土日に開催された東京エデュケーションショー、通称我々がテスって呼んでる、頭文字取ってね、テスって呼んでるんですが、それについての話とか、裏側のことなんていうのをね、ちょっとつらつらと話していきますので、ぜひね、興味ある方は最後までお付き合いください。で、まずはですね、会場にお越しくてくださった方と、配信ね、見てくださった方、本当にありがとうございました。第1回ということでね、来ていただいた方にご不便をかけてしまう場面もあったかと思うんですが、手前味噌ですけど、すごくいいイベントにできたんじゃないかなと思っております。楽しんでいただけていたら嬉しいです。で、初日が、3枠、いろんなね、その同時並行でいろんなイベントというか授業とかが並行であったんですけども、初日3枠、2日目が、話をねする講演みたいな感じのが3枠あって、実はですね、私自分のが主役の枠は1個もないんですよ。ないんですけど、実はフル枠で出演するっていうだから個人的には超バタバタでしたすっごかった。それもね、含めて次回の改善点というかね、もうちょっと余裕持ったスケジュールがいいなと思ったけど、でもいい疲労感でしたね。ただここ数年で一番疲れたかもしれないです、この2日間は。ただ、すごく刺激的な2日間を過ごさせてもらったんですけど、個人的にですね、ここのダラダラジオでね、今回伝えたいなと思ったのが、私もともと涙もろいのはね、ダラダラジオを聞いてくださってる皆さん分かってると思うんですけど、2場面泣きそうになった場面がありました。はい、まず1個目はシンプルにエンディングですね。エンディングで今回ね、メインでこう発起人として立ってくれたのが、学芸大の院生の、田崎くんっていう子がいるんですけど、彼がね、やっぱりこう言葉詰まって涙がこう、出そうになった場面はやっぱりうるっときますよね。その前からやっぱり来てくださってる方々の表情っていうのをやっぱりすごく感じていたので、こう終わるっていうのと、やってよかったなっていう、その思いとかがなんかいろいろごちゃごちゃってなって、ちょっとうるってきたなっていうのがまず1個で、もう1個はですね、私初日の最後の枠に、翔藤先生っていう立命館小学校の、先生されている方が今回授業をしてくださったんですね。で、そこに元気先生と高田先生と3人チーム、大人チームで、子どもたちも 4,5 人のチームになって作業をするっていう授業だったので、そこに参加したんですよ。だから普通に授業受ける側で参加してたんですけど、それはさ、子どもたちがいるじゃないですか。で、周りにその保護者の方たちがお子さんの様子を見てたりとか、頑張ってるとこ写真撮ったりとかしてたんですけど、その参加してる時も楽しかったし、そのね、子どもたちの表情、すっごい楽しそうに生き生きとその授業をしてる姿とそれをもうやっぱり微笑みながら嬉しそうに写真を撮ってる保護者の方の表情を見た時に、私そこが一番やばくって、もうね、あれほんと危なかっただからめちゃめちゃごまかせてたと思うんですけど、教育ってすげえって思ったの。だって、もちろん翔藤先生の授業は素晴らしかったよ。翔藤先生の持ってき方だって、初めましてだよ。普段教えてる子どもたちではなくて、初めましての子どもたちにグループワークをしていくっていう、もちろん題材もすごい面白い題材だったし、それはもうのめり込むよね、楽しいよねってものだったけど、でも題材がどんなに良くても、導入だったり引き付け方だったりとか持っていき方でやっぱり授業って崩れちゃうから、その子どもたちを巻き込んでいく姿、声かけの仕方、立ち回り、もう芸術だった俺の中で。で、それにもすげえって思ってたところで、やっぱりその子供たち、だって初めましただぜ。でも、もちろんね、全員が全員見てれたわけじゃないから、消極的にね、なかなか入っていけなかった子もいるかもしれないけど、その始まった時にはさ、何が始まるんだろうな、ふーんみたいな表情してる子たちもいたわけ。でも始まってみたら、もう終わった時にはすっごい楽しかったママみたいなのが聞こえてくるわけよ。先生かっけーと思って今回のね、テスのテーマがさ、教育って楽しいって、かっこいいって、それを伝えていくっていうことだったんだよね。で、それがすごくこうやっぱり目の前で体感できたし、見ることができたことだったの。何度も言うけど、
こう俺はやっぱり学校の先生っていうのはやっぱすごいと思っているのよ。でもそれは全員が全員ではないともちろん思ってる。だってあまたいるんだぜ、日本だけでも。それは全員がさ素晴らしいとは思っちゃいないよ。でもかっこいい素晴らしいすげえ先生がいるんだよって、こんな授業が世の中にあるんだよっていうのがやっぱり伝わっていってほしいんだよね。それはもちろんみんなのさ普段行ってる学校の先生は違うよって言われたらそれまでだけど、でもだからって先生がクソとか先生つまんねえとか先生の授業ダメだっていうふうにそのさすごい短絡的に言っちゃうっていうのは違うじゃん、うん、と思ってて、なんかその子供たちの表情を変えていく、俺は教育で子供たちに笑顔の瞬間をっていうのがずっと自分の中のテーマなので、そのテーマがその今回の鈴木プロデューサーに話した時に鈴木 P がすごいその言葉を好きでいてくれて、こうテストとかのことあのなんだろうな、こうなんだメインテーマにも置いてくれてるの、いつもすごいそれ使ってくれるんだけど、そう、それは俺がずっと大事にしてた言葉で、それを、うん、自分はさ動画だからあのなかなかね子供たちが笑顔になってるその瞬間は見れないわけよ。でも子供たちがさやっぱり学校の授業で困ってる子たちがちょっとこう動画で勉強してさ分かんなかったことが分かったとか、あ授業で分かるようになった、手を挙げられるようになったってなったらさ、その瞬間やっぱり笑顔になってると信じてるわけだから、俺は直接見ることはできないけど子供たちがきっと笑顔の瞬間が自分がちょっと支えることによってより多く生み出せるはずだって思って活動をずっとしてきたから、なんかそれを目の前で見ることができたのがやっぱ嬉しかった。であとやっぱ自分がさやっぱ息子がいる子供がいるっていうのもあって、親御さんの思いというか、そう親のやっぱり願いって我が子の幸せだよなって、で学校の先生も同じこと思ってる、子供たちの幸せを願ってる、同じベクトルなんだよね。そうで、まあそれはさいろんな保護者の方がいて、そのせいで言ったらあれだけどね、学校の先生がこう生き生きとできないっていう、でそういう状況もあるし、そんなさ教育が簡単に変われるってほど簡単じゃないし、いろんな問題がこうほつれあってさ絡み合っちゃってるから、でも一個のやっぱ糸口として先生が生き生きと授業をしてるっていうのは子どもの笑顔の瞬間を生み出していくにはやっぱり必須なんだよなって思ったの。だから俺らはさどんなに頑張っても学校の先生の働き方改革にうんぬんはできないじゃん、それは政府がやることだったりするからさ。でもこう学校の先生ってすげえってかっけえって、だから子どもたちとか保護者の方にとって学校の先生のイメージが変わっていったら、そこは、うん、働き方が変わるか分かんないけど、でも先生が生き生きとした授業をよりしやすくなるんじゃないかななんていうのはずっと願ってたことだったから、なんかそれを、うん、感じることができてすごく楽しかったな。点が一番の印象、自分の中ではね。そう、まあ裏では本当ね学生の方といろんな交流、ね、学生スタッフの方めっちゃいたからさ、7、80人かな今回スタッフの方やってくださって、できっとね俺らが思ってる以上に大変だったと思うんだよね。そうだから学生スタッフ向けにね、私終わった後翌日動画撮ってさメッセージこう共有させてもらったんだけど、そう、そこでもいろいろ話したけどさ、その参加してくれた子たちにとって今回の経験がどういう風になっていくかわからないけど、でもやっぱりこの経験が自分のプラスの経験値に変わっていってくれたらいいなと思う。そしてなんかそれぞれが多分これからさいろんな道で生きていくわけよ。でもそれがもしかしたら自分の人生とか、まあ、元気さんの人生と高田先生の人生とどっかで交わるかもしれない。そこでまた化学反応が起きてさ教育がもっと生き生きしたらよくない？なんかそんなやっぱり教育って人が作ってるものだから、人がいて人のパワーで成り立っていくものだと思っているし信じているから、だからよりやっぱり教育っていいなって、教育ってすげえな素敵だなって、うん、俺が大学の時に教育に一生捧げるって腹くくったの間違ってなかったなって、なんかすごいそういうのを思った時間だったんだなのでね、まあ、これから俺もどこまでね頑張っていけるかっていうのはもちろんわからないし、まあ、年齢もあるからねわからないけれども、なんか教育っていうものが日本の教育がもっとこういい意味でプラスに変わっていける、そんなね何かちょっと潤滑油って言ったらちょっと偉そうだけどになれたらなと思ってる、うん、外で、ね、活動してるからこそできることがあると思うので、これからも一ね教育に携わる人間として頑張りますという決意表明でした。
はい、本当に素敵な2日間ありがとうございました。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは、明日からまた今週1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイ。